車を上げていきました。9番の神山、5番の笠松の横まで来ました。笠松はすんなり車を下げます。残り2周の1センター、9番の神山先頭誘導員の後ろ、後方から4番の竹山上がってきて、これを抑え込んでいきます。バックストレッチ、4番の竹山が先頭に変わりました。4番手キープ、9番の神山、そして7番手に置かれました5番の笠松です。縦1列4コーナーからホームストレッチに戻ってきました。4番の竹山がペースを上げて残りが1周です。後ろは1番の藤田、3番手7番の高橋、4番手キープ、9番の神山仕掛けていった。さあ9番の神山が早めに仕掛けてバックストレッチ、前を捉えていきました。後ろ2番の坂本が続いて、その横あたりまで5番の笠松上がってきている。2番の坂本がこれを横に振る。9番の神山先頭で4コーナーから直線、神山先頭だが外から5番の笠松だ。5番の笠松抜け出したゴール。2着3番の吉田、3着9番の神山が。3番の吉武がまずは前を抑えに行って残りが2周。吉武は9番の赤塚の横まで上がって、赤塚はすんなり車を下げました。先頭誘導員の後ろは3番の吉武に変わっています。後方から6番の平川が上がってきて、先頭誘導員かわしていきました。さあ平川がペースを上げる。残り600の鐘、平川の先行になるか。2番手は5番の阿部、3番手キープは7番の大畑、その後ろには1番の神田、5番手には3番の吉武で、後方に置かれた9番の赤塚、残りが1周、縦1列6番の平川が懸命に踏んでいく。2番手は5番の阿部、3番手から7番の大畑がまくっていきます。バックストレッチ、大畑のまくりが前を捉えて、後ろは1番の神田、その後ろには3番の吉武、続いてさあ2番手横まで9番の赤塚上がってきている。9番の赤塚が一気に前を捉えて4コーナーから直線、赤塚が先頭、2番手は3番7番と接戦、9番赤塚ゴールイン。2着は3番吉武上がっています。残り2周まだ動きはありません。5番手少し6番の吉田が前と車間を空けているでしょうか。ここから6番の吉田が上がっていきます。前に上がっていく6番の吉田、バックストレッチに入ります。先頭誘導員をかわしました。後ろは4番の長山、さらには3番の新井、5番の梅山と続いて、残り600の鐘、9番の武藤は車を8番手まで下げました。6番の吉田がここは先行体制取っていくか。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。6番の吉田まだ流していますが、後方から9番の武藤がやってきた。9番の武藤が4番手から3番手に迫ろうというところ、6番の吉田もペースを上げる。さあバックストレッチ、3番の新井が3番手からまくろうというところですが、2番手の横、さあ前まで上がっていけるか、少しもたついているか。6番の吉田が先頭で4コーナーから直線、吉田が先頭、2番手から4番長山、間から1番鈴木、外から2番の佐藤誠司、しかしわずかに6番の吉田か。関東の3人前に上がって、9番の磯島をまずは抑え込んでいきます。関東ラインの後ろには5番の遠藤も続く形になりました。9番の磯島ですが、ここはまだ引きません。後方から5番の遠藤上がってきた。先頭誘導員かわした5番の遠藤、4番の吉田は中段キープに動いて4番手を取りました。7番手まで車を下げさせられた9番の磯島、縦1列5番の遠藤が後ろの様子を見ながらピッチを上げていきます。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周、5番の遠藤の先行です。2番手は7番望月、3番手1番の鈴木が懸命に追って、4番手4番の吉田、2コーナーからまくっていけるか。バックストレッチ、7番手置かれています、9番の磯島、先にまくった4番の吉田が3番手から2番手に接近、7番の望月ブロックしていく、これは止まったか。9番の磯島後方から一気に上がってくる、4コーナーから直線、5番の遠藤先頭だが外から9番磯島突き抜けたゴールイン。2着3番の佐々木です。ここはちょっと6番手の位置注文つけていこうというところでしょうか。残り2周になっています。ペーサーの後ろにいるのは5番の中野です。2番手1番の黒コーチ、3番手2番の野口です。4番手は3番の田畑、
さらにその後ろに4番の奈良岡、この奈良岡の後ろの位置をめぐってというような感じで6番の吉原と7番の森が並走しています。ペースは対比して残り600の鐘が鳴っています。まだスローペース、5番の中野が先頭です。中野は後ろの様子を伺っています。2番手1番の黒コーチ、後方から動いてくる選手もまだいません。2番の野口3番手、3番の田畑、残りが1周、まだペースはスローです。ゆっくりとしたペースの中、5番の中野が相変わらず先頭、後ろの様子をしきりに伺っています。最初に仕掛けてくるのはどの選手か、バックストレッチで2番の野口が仕掛けてきた、5番の中野も合わせていますか。ここは2番の野口が前に出ました。この後ろ1番の黒コーチが続く形になって、4番奈良岡は現在3番手、4コーナーから直線、1番の黒コーチが外伸びてくるが、外から4番奈良岡持ってくる、並んでゴールイン。4番の奈良岡か1番の黒コーチか。これを見て6番の泉がもう前に踏みました。残りが2周、先頭誘導員をかわしています。6番の泉、2番手3番鈴木、3番手9番の浦崎、その後ろ1番の須藤、さらには5番の茂木で4番の下田が切り替えて6番手、2番の小笹が7番手から上がってくる、6番の泉も前に踏む、残り600の鐘、6番の泉があくまで先手は譲らない、2番手は3番の鈴木、3番手9番の浦崎、2番の小笹は4番手外浮いているような形になっているが、もう1回踏んできた、残りが1周、6番の泉の先行です。2番手3番の鈴木がここは2番の小笹をブロックして、2番手しっかりキープ、3番手9番の浦崎、2番の小笹ももう1回3番手外から踏んでくる、さあここブロックできるか、3番の鈴木、鈴木がここは前に踏んでいった、後ろは9番の浦崎と7番田中並んでいるが、ここは9番の浦崎キープ、4コーナーか直線、3番の鈴木先頭だ、3番鈴木1着ゴールイン、2着9番の浦崎。残りが2周、稲毛の後ろは2番の隅、7番の渡辺健、6番の渡辺藤代と続いています。5番の稲毛が上がっていく、稲毛がスーッと前に上がって9番の立川を少し前に踏んでいます。先頭誘導員かわした9番立川、これを抑え込んだ5番の稲毛、残り600の鐘、立川は2番手の位置を狙っていった、2番の隅と並走です。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周、5番の稲毛ペースを上げる、2番手2番の隅、そして9番の立川まだ並走続いている、内から9番の立川奪い取るか、しかし2番の隅もここは頑張っている、2番手以降が少し離れる形になった、バックストレッチ、5番の稲毛が逃げていく、2番手は2番の隅が守りきりました。その後ろ3番7番と並走状態、4コーナーから直線、稲毛は後ろを離していく、5番の稲毛が先頭独走でゴールイン、2着最後8番高木が上がりました。佐々木がまずは前を抑えて、さあここは先頭誘導員かわしていきました。2番の佐々木が先頭です。2番手ですが7番の長田、3番手4番の三角が入って、4番手は5番の二頭、1番の高橋は一旦車を下げました。バックストレッチ、さあ少しペースが落ちた、それを見て1番高橋が仕掛けていく、合わせて2番の佐々木も踏んでいく、さあここは2番の佐々木がペースを上げていく、4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周、佐々木が踏む、1番の高橋が2番手外まで上がってきている、さあここは激しい先行争い、2番の佐々木、1番の高橋並んでいるが、ここは佐々木が前に出ました。2番手は7番の長田、そして3番ですが9番の柿沼が自力に転じてまくっていく、その後ろには5番の2頭が続いている、さあここは9番の柿沼先頭か、柿沼先頭、4コーナーか直線、間から5番2頭抜けてくる、外からは4番の三角、4番の三角か、4番の三角か、坂口が中段で後ろの様子確認しました。ペーサーの後ろは6番の石井です。1番の小林、そして2番の渡辺、4番手に4番の坂口、上がってきました5番の奥井です。後ろは3番の東口、さらには7番の門脇、5番の奥井は3番手の外で一旦車を止めて前の様子を伺います。残り600、ペーサー対比、5番の奥井が、さあここはペースを上げていくか、
いつもの通り座ったまんまでペースをぐんぐん上げていきます。5番の奥井文がさあここで先頭に変わった。2番手3番の東口が追っていく。その内側には6番の石井もいる。5番の奥井が先頭。さあそして2番手は6番の石井か3番の東口か少し遅れ加減。5番の奥井がペースを上げる。2番手懸命に追うのは6番の石井。その後ろ1番の小林がさあ抜け出してこれるか。5番の奥井が先頭。2番手から6番の石井持ってくる。4コーナーか直線奥井が粘る。外から6番の石井、さらに外から1番の小林、5番の奥井か。1番の小林も並んできた。最後は地元ホームバンク2人の山本も少し車を外に出していますが、これを抑え込んでいく2番の桐山です。残り2周の1コーナー、先頭誘導員をかわしていきました。2番の桐山が先頭です。5番の斉藤、9番の稲村、続いて4番手からさあ内に入っていった7番の菅、内からここは先頭に立った7番の菅、2番手1番河野が追って、3番手6番の伊藤が追いついて、4番手ですが2番の桐山、内を救う4番の米沢、外からは8番の山本。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残り1周、8番の山本前を叩きました。2番手は3番の湊、3番手キープしている7番の菅、その外あたりまで2番の桐山です。8番の山本の先行、3番手外から2番の桐山がまくっていきます。2番手横までやってきた。さあ前を捉えられるか。2番の桐山じりじりと前に上がって、8番の山本もしかし抵抗している。4コーナーから直線、2番の桐山ここで先頭、外から5番の斉藤、さらに9番などもやってきている。5番9番並んでいます。斉藤と稲村の一着争い。関東の3人が前に上がって、まずは2番の小島の動きを警戒するような感じでしょうか。2番の小島は車を下げて、ここは4番の上原のラインの後ろに続いています。8番手から2番の小島動いてくるか、それを見て4番の上原も前に上がりました。上原が前を抑えていこうというところ、残り600の鐘。7番の村上は4番手に車を下げて、現在6番手並走している9番の和田と2番の小島。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。4番の上原ペースを上げました。2番手3番の高橋、3番手8番の深井、さあ4番手外まで2番の小島上がってきて、一気に前を捉えていこうというところ。バックストレッチ、2番の小島のまくり、後ろの山口は離れていますが、2番の小島ここで先頭に変わりました。2番手ですが3番高橋前に踏むが、7番の村上追ってきた。4コーナーから直線、2番の小島先頭、外から7番の村上、7番の村上がゴールイン。まもなく残りが2周です。3番の横山も前に上がった。横山がここは石塚を抑え込んでいって、先頭誘導員かわしました。さあここで先頭は3番の横山、後方から8番の久木原が一気に上がってくる。久木原が前を叩いて、3番の横山はどうするか。一旦車を下げて4番手をキープする。しかし後方からは4番の石塚も上がってきているが、8番の久木原ペースを上げた。8番の久木原が今日も思い切って先行だ。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。久木原の先行、2番手は7番の相川、3番手5番の岡、4番手は3番の横山で、4番の石塚が6番手から仕掛けてきて、バックストレッチ合わせるように3番の横山、3番の横山を前に踏んだ。さあそして7番の相川も前に踏んでいくが、これを飲み込んでいった3番横山。後ろは1番川村、4コーナーから直線、横山先頭、外から川村も懸命に追うが、横山久典ゴールイン。2着1番川村。